お、どこ行くんだ？一休みできるかもな。どうしたの、タオ？難しい顔して考え事？いや、ライザ。パティは一緒じゃないの？そう、いつも一緒にはいないよ。今はちょっと一人で考えたいこともあるし。抜きで、それって前に言ってた王立学園ってやつ？学術院だよ。学園じゃなくて研究者として働く場所。なんとなくしかわかんないけど、本の虫だった少年が出世したもんだね。だからまだ入ってないよ。聞く限りだとすごくいいところみたいなのに、どうしてタオは入るのを迷ってるの？うん、自慢に聞こえるからパティにも口止めしたんだけど、実は合格した学科は一つじゃないんだ。どういうこと？どちらかに入れればくらいの気持ちで、考古学と建築、二つの学科に論文を出したら。まさかどっちにも通っちゃったの？それでどっちに入るかで悩んでたわけ？学術院だとその2つは別分野で、入るならどちらかの学科に決めなきゃいけないんだ。しかも王立学術院は名門だから規則も厳しくて、一度推薦を蹴った者に二度目の機会は与えられない。つまり時間制限付きで進む道を決めるよう学術院に迫られてるわけね。まあ簡単に言えばそうかな。一つの分野に縛られたくないなら無理して入ることはないって私は思うけど。ライザらしい考え方だけど、パティの気持ちを思うとそれもなかなかね。パティの気持ち？あ、今言ったことは秘密にしておいて、絶対に出よう。